こんにちは、DI 上野浦ひかりです。 IC ベルリンのブランドの展示会に行ってきたんですけども、今回タクマ店長不在だったので私一人で大変不安で緊張大変しました。はい、姉妹店の松岡さんが付き添ってくださったので、松岡さんと2人で行った展示会の様子をお届けできればと思います。ブランドの目黒さんというスタッフの方にも、新作のお話だったりとかブランドのヒストリーですね、いろいろ聞かせていただいて、新作めちゃくちゃかっこいいです。詳しくお伝えできたらと思うのでお付き合いいただけますと幸いでございます。じゃあ早速今回はセールスサポートマネージャーの目黒さんに詳しいお話を聞きながら進めていこうと思います。こんにちは、 IC ベルリンジャパンのセールスサポートマネージャー目黒と申します。よろしくお願いいたします。では早速ブランドの紹介から紹介を、はいはい、そうですね、弊社商品ブランド自体は1996年設立されたブランドでございまして、でベルリンで設立されたブランドでございます。今年で27年となっていますけど、何が一番その IC ベルリンとして画期的だったかっていうと、このシートメタルというステンレスの板を切り抜いてメガネを作るというのを世界で初めて作ったブランドです。でさらにそこに一切ネジを使わないというちょっと特殊な機構を使った、もう特許を取っている機構なんですけど、この特許を取ったネジを使わないシートメタルフレームっていうのを確立したブランドです。このようにすごくバネ性のある折れないんですね。折れないで す, すごいです。ここまで広げても問題がなくしっかりと元に戻ってくれる。ただまあ度付きのレンズとかを入れてしまうと、レンズに負担がかかってしまうので、この何も入ってない状態だったらね問題ないんですけど、フレーム自体はすごいですね。フレーム自体はすごく丈夫なので全く問題がないです。であともう一個特徴を言うと、強い衝撃などが加わった時に外れてくれると。すごい。通常だとこう踏んでしまったとかやってしまった時に折れてしまうとか曲がっちゃうとかっていうような時に、これが外れてくれて、この力を逃がしてくれるので、これが壊れにくいと言われる作りのものですね。でも本当にコツさえ掴んじゃえば結構簡単に、そんなに簡単につけることができるので、なのでストレスフリーでかけれて丈夫で長持ちするっていうのが IC ベルリンの一番の特徴かなと思います。では早速新作の方のご紹介をお願いしてよろしいですか。じゃあこれから紹介したいと思います。はい、まず紹介するのが、レギュラーのメタルシリーズですね。で今回のメタルシリーズの特徴としては、今まで結構平行にスリットが入ってるモデルが多かったんですけど、結構斜めにスリットを入れたっていうのが結構アクセントになって、いい程よいアクセントになってくれて、いい特徴になってるかなと思います。で、こっちのモデルはもう本当にサングラスより大きいぐらいのサイズなんですよ。62の15なんで結構大きいですね。普通のアイシベルリンのサングラスよりも大きいです、実際。すごい。ただ意外とこの斜めにカットされたラインであったりとかが大きいけどやぼったくならないっていうのを実現しているので、ちょっとこうお顔がワイドな方であったりとか、ちょっとサイズ大きめなものを探してますみたいな方にはすごい結構おすすめ。あ、結構大きめですね。すごい大きい。そう、これは小顔というか細身の方とかには全く合わないですけど、大きめの顔の方とか、そうですね、そうだからまあある層には届くかなっていうところのこれですね。この輪郭と、ね、そうこの上がりが すごい沿うの で、すごいリフトアップ効果。ここもすごいいい感じですね。そうなんですよ、カッティングもここもちょっとポイントになってアクセントになってすごい。で置いてあると結構つり上がりが強く見えるんですけど、かけると意外とまっすぐなので、なんか意外とこれはすっきりとかけられるフレームかなという、そうで、あとこっちが特にこれ今回おすすめなモデルで、ステンレスのメタルリングをステンレスのシートメタルで挟み込むっていう作りのモデルで、この素材が全然違うように見えるんですけど、一応両方ともステンレス、素材はそうです。ただ配合がちょっと違うステンレスを使ってるので、ちょっと素材感の違うような印象になって、やっぱちょっと質感が違う感じで、そうですね、結構すっきり、これもねすごい、私似合うんです、はい、似合われますね。そうなんです、これにしようかこれにしようか悩んで、ちょっとカーボンにした。
で、まあ、形としては2型で、こっちのツーブリッジもね、やっぱ好みが分かれると思いますけど、まあ、存在感もあってかっこいいかな。結構ギラギラです。ギラギラクローム。あ、すごい。乗せると、お顔に乗せるとすごいそのお色味が分かりますよね。存在感バッチリ。はい。ツブリッジでも上のブリッジ部分がすっきりしてるので、うん、なんかそんなに野暮臭く見えないというか、うん、スマートにかけていただけるツーブリッジかなと思いますね。やっぱツートになってるのはね、そういう効果を発揮してくれるかなっていうのはありますね、うん、でこっちのリムにはちょっとこうテレビジョンカットみたいに内側にカットが施されてるんですよ、うん、だからすごい細かいんですけど、ちょっとしたところでポイントをつけてるので、リムにカットを施してる、そう、立体感が出ますよね。かっこいいですね。さっきまでとはちょっとガラッと印象が変わりまして、でしかもこの対比がねすごいと思うんですけど、こっち、まあ、すごい細身のシルクコレクションの新作ノリというモデルと、であとこっちが、まあ、クラシックヒンジのコレクションのハイブリッドモデルアセテートとステンレスのコンビモデルですね、ロジャーというわけです。このボリューム感はなかなか、なんか今までの感じと全然違いますよ ね、 すね、印象、まあ、特にこっちとの比較は余計になんかもう、ね、同じ、本当に同じブランドなのっていうぐらい、はい、だら結構 IC ベルリンはその振り幅もたくさんあるので、まあ、楽しんでいただける、もう1本で飽きないで楽しんでいただけるブランドかなと思うので。あ、でもかっこいい、すごいですね、似合う、女性がちょっと大きめにかけてもかっこいいと思います、うん、はい、これかっこいい、僕全然似合わなかったんですよ、すごい、ね、すごいよく似合うねそう、これすごいね、上品な感じで顔に乗せた方が多分グリーン味が分かって、でもちょっとマットなのでそんなに派手見えしないですね、うん、秋っぽくていいですね、はい、素敵です、これからの季節、綺麗、こっちはかなりスッキリ、あ、本当ですね、スッキリ、線が結構細めなので、そうですよね、目元柔らかい印象でかけていただけそうですよ ね、うん、ですね、うん、お色味がすごい綺麗で、ライラック、結構こういう明るい色入ると、ね、表情すごく明るくしてくれるので、はい、明るくなるので、はい、なんかメイクとリンクさせたりしてもすごい楽しめそうですね、そうそうそう、結構そのアイメイク効果もあったりすると思うので、はい、そういうのもすごく楽しめるかなと思います ね、 そうですね、すっきりとした線の細いアセテート、すごい色味が綺麗ですよね、そうなんです、このモデルなんかは今回の IC ベルリン初めて使用した生地で、まあ、どちらかというとやっぱり IC ベルリンって男性向けのイメージが強いと思うんですけど、はい、結構最近は女性向けなモデルっていうのも増えていて、まあ、こういう色味であったり形、サイズ感等で女性にもおすすめできるモデルっていうのが増えているので、まあ、ぜひね、こういろいろ女性にもおすすめしていただけるといいかなと。すごい柔らかいので、あ、かわいいですね、すごいですね、何でも似合う、いやいや全然そんな、 なんかグラデーションカラーが結構顔にのせた方が、ね、なんかそんなに馴染みがすごい良くって、はい、すごい綺麗なお色味ですよ、ね、ちょうどお化粧との色味の感じもいいんじゃないですかね、いいですよね、うん、はい、この辺りも多分ちょっと大きめのボストン型で、うん、ブルーがすごい綺麗なのと、他のお色味もすごい綺麗なんですけど、ちょっと透明感あるお色味もお探しの方多いので、うん、良さそうですよね、うん、まあ、でもすごいシックでかっこいいお色味ですね、うん、いいですね、なんかこうビジネスでもちゃんと使えるけど可愛いらしさみたいなのがあるから、はい、裏にちょっとブルーグレーのような色が出てくるので、ちょっと角度つけた時の印象が、ね、うん、深く見える、これすごい綺麗ですね、うん、で今回の一番人気のモデルがですね、こちらのケニーというモデルなんですけど、もともとその IC ベルリンですごく絶対的な人気を誇っているロンウルフというモデルなんですけど、はい、このモデルをよりシャープに IC ベルリンらしく仕上げたのがこちらのケニーというモデルで、こっちはちょっとこう柔らかさも残しつつっていうようなデザインなんですけど、もうこっちはよりシャープに振り切って本当にビジネスとかでかっこよくスーツにビシッと合わせられるようなデザインになっていて、ほとんどのお店様から好評いただいていて、そうですね、今までのちょっとこう普通のブローとは違う感じの、うん、そうですね、印象で、すごくかっこいいですね、この辺もそうですね、はい、ちょっと色が面白い、あ、でも横も、そう、横もオレンジなんですね、結構ビビッドで、でもかっこいい、あ、でもかっこいい、すごい明るくなる、いいですね、多分ここまで前面に明るさが出てるメタルフレーム IC ベルリンの中だと、これが今そう一番強いかなっていう、すごいすごいかっこいい、すごい綺麗な色、テンションが上がる影だけでテンション上がるみたいな、こっちもすごく面白いというか、
結構こっちと比べるとリムの太さがすごい太いんですよ。残してるリムの厚みというか、で今までこういうリムの太さが残ってるモデルってスクエアなモデルばかりにあったんですけど、今回こうラウンドでこのリムの太さが残ってるっていうものが出てるので、ちょっとコロンとした柔らかさとちょっと太さの強さっていうのがコミックスされてすごくバランスよく仕上がっているので、コロンとしててそう、はい、いいですよね。柔らかさが結構残ってる。男性女性とブリッジもかっこいい。そう、ブリッジもちょっとなんかこう特徴的というか、丸い中にこうちょっと陰線的な直線が入るんで、男女どちらもいける形ですかね。いけますね。かわいいですよね。いけますね、はい。しかもやっぱりシートメタルなので軽さは抜群で、そうですね、はい、そう、この正面からのボリュームからは考えられないぐらい軽いので、 まあ、そこもやっぱり利点というかポイントですよね、うん。では今回目黒さんにご紹介いただいたんですけども、ご紹介いただいたものこの一部になって、かなり新作今回多いので、姉妹店の DI 中原メガネと DI 鹿児島の方でお取り扱いがございますので、気になるモデルがございましたらぜひそちらの店舗にお問い合わせいただければと思います。では目黒さん、今回ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。はい、では動画ご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。IC ベルリンですね、上野浦店ではちょっとお取り扱いがないんですけれども、姉妹店の DI 中原メガネと DI 鹿児島の方でお取り扱いがございます。なんかこうお仕事用で軽いメガネをお探しだとか、軽くて丈夫なメガネですねだと、もう IC ベルリンすごいおすすめなので、気になるモデルがあればそちら姉妹店の方もぜひご覧いただけると嬉しいです。では本日の動画は以上でございます。この動画がいいねと思ってくれた方は、グッドボタンや、チャンネル登録をしてくれるとすごく励みになるので、ぜひよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。またね。